キシ君の新しい友達。グレートデンとの驚きの出会い。グレートデンの存在が示す、キシ君の心に秘められた驚くべき愛情の力。念願のグレートデン。そう、それが話題の中心ですね。今回のキシ君の新しい投稿には、彼の満面の笑顔と一緒に、大きなグレートデンが写っています。驚き、喜び。 そして何よりも愛らしい騎士くんの笑顔がこの写真を特別なものにしています。騎士くんの笑顔はいつも満点ですね。写真を見るたびにその笑顔に引き込まれます。それにグレートデンの存在はさらに驚きを与えてくれます。騎士くんの笑顔とグレートデンの存在が合わさるとまるで幸せのパワーが伝わってくるかのようです。 この写真を見て、キシ君がどれほど動物が好きか、そしてその優しさがどれほど人々を幸せにするかが伝わってきます。キシ君の笑顔は、まるで太陽のように周りを明るく照らしています。さて、この投稿を見て、あなたはどんな感情を抱きましたか驚きましたか喜びましたかそれとも何か別の感情を抱きましたか キく君の笑顔が、いかに特別で素晴らしいか、そして動物との絆がいかに貴重か、改めて感じさせられましたね。しかし、この写真にはもう一つ興味深い点があります。それは、動物との交流が人々の心身に与える影響です。実は、最近の研究では、動物との触れ合いがストレスを軽減し、 心を落ち着かせる効果があることが示されています。騎士君のような人々が動物との触れ合いを通じてストレスを解消し幸福感を得ているのは科学的にも裏付けられた事実なのです。さらに騎士君の投稿が示すように動物との触れ合いは私たちに喜びをもたらし心を豊かにするだけでなく社会的結びつきを促進し 愛情を育む手段でもあります。それは、騎士くんがこの写真で見せるように、人々を笑顔にさせ、幸せな気持ちにさせることができるのです。では、あなたはどうですか騎士くんの笑顔や動物との触れ合いがあなたに何を感じさせますかもしあなたが動物との触れ合いを経験したことがあれば、それはあなたにどんな影響を与えましたかこの写真には、 まだまだ掘り下げるべき点がたくさんあります。騎士君の笑顔や動物との絆が私たちの日常生活や幸福に与える影響をもっと深く考えてみませんかそして動物との触れ合いが私たちの心身に与える喜びや幸福をより一層大切にすることができるかもしれませんね。念願のグレートデント。夢が叶いました。 これぞまさに最高の瞬間です。騎士君の笑顔が満点すぎて、まるで彼の笑顔が発する輝きで、周囲の空気が満たされるかのようです。そんなに幸せそうに笑っている騎士君を見ると、私も心から幸せを感じます。大きなグレートデント騎士君の並んだ姿は、何とも言えない幸福感を与えてくれますね。その笑顔と一緒にいる動物たちの姿を見て、 私たちも彼と同じくらい嬉しくなってしまいます。そして、その大きなワンちゃんたちを見て、立ち上がったら岸くんより大きいでしょ,しょう、というコメントを思い出します。岸くんのその笑顔を見れただけで、今日が一日良い日になりました。彼の笑顔は本当に魔法のようですね。そして、彼が満面の笑みを浮かべると、 まるで彼自身が幸せの象徴のように感じられます。そして、岸くんの愛らしい笑顔に対するファンのコメントを見ると、彼がいかに愛されているかがよくわかります。岸くんの笑顔可愛すぎる。岸くんよかったね。岸くんの笑顔はみんなを幸せにするね。など、彼の笑顔に対する賞賛の言葉がたくさん寄せられています。岸くんと彼の愛犬たちの写真を見ると、 彼がどれほど動物が好きで優しい人物であるかがよくわかります。生き物や動物に母性を感じる岸くん素敵です。岸くんが動物と一緒にいる姿は本当に素敵ですね。といったコメントがそれを物語っています。また、岸くんの笑顔が他のファンにも幸せをもたらしていることが伝わってきます。岸くんの笑顔見たらこっちまで元気になる。岸くんの笑顔は太陽みたい。 といったコメントが彼の笑顔の魔法についての証言です。岸くんと彼の愛犬たちの写真や動画を見るたびに私たちは彼の幸せな笑顔と彼が周囲に与える幸福感を体験できます。彼の笑顔はまるで魔法のようで私たちにも幸せを届けてくれます。あなたは岸くんの笑顔を見てどんな気持ちになりますか 彼の愛らしい笑顔に癒されたことはありますか騎士君の幸せな笑顔があなたにも幸せをもたらすことを願っています。